Windows Phone. Windows Phone. Windows Phone. w i n d o w フォーン、n e w i n d フォー p ウィンドウズフォン、WP とは、マイクロソフトが開発、提供していた、スマートフォン向けのモバイルオペレーティングシステム、OS と、ハードウェアプラットフォームのシリーズである。Windows モバイルの後継 OS、現在の最新バージョンは、ウィンドウズフォーン8.1。2015年からは、後継となる、新たな OS、Windows 10モバイルが、 マイクロソフトよりリリースされている。主にエンタープライズやビジネス向けと位置づけられていた Windows モバイルとは対照的に一般消費者向けとして新たに一から作られたモバイル用 OS。Windows モバイルが Windows PC や Exchange ーバーと同期をとり、その呼気的な機能が主体なのに対し、Windows Phone は Android が Google のクラウドとの親和性を重視するのと、 同様、クラウドとの親和性を重視した作りとなっている。なお、インターフェースだけでなく、アーキテクチャも一新されたため、Windows モバイルとの互換性はない。そのため、Windows モバイルや、ポケット PC、Windows CE 用に作られたアプリケーションは、本 OS で利用することができない。Windows Phone 8以降では、ベースカーネルが Windows CE から Windows NT へ変更され、 Windows フォーオン向けの windows ランタイムウィンプトに対応した。ほか Windows フォーン8.1以降ではユニバーサル Windows アプリに対応し、windows フォーンストアアプリと windows ストアアプリのソースコードを共有することができるようになり、プラットフォームの一元化が進められた。xbox One アプリやザマランによる ios androidmac アプリとのコードの共有は？ Windows 10モバイルを含む Windows 10シリーズにて実現されたユバーサル Windows プラットフォーム UWP 及び関連移植技術 Windows ブリッジにて対応される予定である。また2014年4月2日に開かれたビルド2014では OEM に対する9インチ未満のスマートフォンとタブレットのライセンス料を無料にすると発表した。 Windows Phone は2011年10月に2011年度、グッドデザイン賞を受賞した。また、その他の賞も、複数受賞している。日本国内では、2011年8月25日に、KDDI 及び沖縄セルラーデンは、各 AU ブランドより、富士通東芝モバイルコミュニケーションズ、現富士通モバイルコミュニケーションズ製の世界初の、 Windows p フォーン7.5搭載端末、Windows p フォーニーズ 12t が発売された。以降、国内では、Windows p フォーン端末が発売されない時期が長く、続いたが、2015年6月にマウスコンピュータより、いわゆる、シムフリー端末として、Windows p フォーン8.1を搭載した、マドズマ9501、マドズマが発売された。このか。 Windows p フォーン8.1と互換性のある Windows Embedded 8.1ハンドホールドを採用した FZE1 がパナソニック株式会社から発売されている。発表前は Windows Mobile 7と噂されていたもので、米マイクロソフトは2010年2月15日現地時間モバイルワールドコングレス2010で Windows Mobile の後継 OS となる Windows フォー e を発表。 プロジェクトとしては2004年にコードネームホトンとして開発を行っていたが途中で挫折2008年に Windows モバイルグループに再編され再び新しい OS の開発が始まった計画では2009年にリリース予定だったが並行していっていた Windows モバイル6.5の中間リリースの開発の影響で遅れた2010年2月15日にバルセロナ スペインで開催されたモバイルワールドコングレス2010で発表。2010年9月1日に完成。内部 OS は Windows Phone OS 7.0。10月21日にヨーロッパ地域、シンガポールオーストラリアニュージーランドで11月8日にアメリカカナダで端末の販売が開始された。Web ブ,ブラウザはインターネットエクスプローラーモバイル7を搭載。 インターネットエクスプローラー7とインターネットエクスプローラー8の間のバージョンの独自のレンダリングエンジンを使用する。2011年9月27日、日本語版は8月25日に大型アップデートとしてがリリース。同時に内部 OS が Windows Phone OS 7.1となった。ウェブブラウザはインターネットエクスプローラーモバイル級へバージョンアップされ、 インターネットエクスプローラー級をベースとしたレンタリングエンジンを使用する。HTML5 やハードウェアアクセラレーションをサポートしている。アドレスバー株配置とページ表示領域の拡大、横回転中の表示変更などが行われている。2012年にはマイナーアップデート単語が適用され、ハードウェア要件が下げられた。2013年2月1日にリリースされた。 Windows Phone 8のリリース後であり、Windows Phone 8の一部機能が備わっている。スタート画面のタイルの幅の変更やサイズ変更が可能になったこと、テーマカラーの追加などが挙げられる。なお、7X 系のアップデートは7.8以降も繰り返される見込みであるが、現在はこれ以降のアップデートは行われていない。Windows Phone 7.8のサポートは、 2014年9月9日までとされているが、後に10月14日に変更された。延長サポートは行われなかった。2012年10月29日にリリースされた。内部 OS は Windows PhoneOS 8.0。このバージョンから Windows NT をベースとしたことで、カーネル、ファイルシステム、ネットワークモジュール、マルチメディアモジュールなど OS の中核要素が Windows 8と共有化され、ドライバーやコードの移植性が、Windows 8と Windows フォーム8の間で劇的に高まっている。これにより、Windows NT 系と Windows C 系に二分されていた、マイクロソフトの OS のコードベースが統一されることになった。また、Windows 向けアプリと Windows フォーム向けアプリの統合が進められており、より移植性が高くなる共通化。 統一化に向けて進んでいる。ベースのカーネルが変更されたため、Windows Phone 7からアップデートすることはできないほか、Windows Phone 8以降用のアプリの場合、Windows Phone 7では使用できない。Windows Phone 7のアプリは、Windows Phone 8以降でも使用できる。Windows NT ベースの OS になったことで様々な制限がなくなり新機能が追加されている。従来は、 シングルコアのみの対応だったが、Windows Phone 8では、マルチコアのアプリケーションプロセッサに対応し、スペック上は64コアまでサポートする。また、アップデート3以降では、クアッドコアにも対応した。その他ディスプレイの解像度が、従来は Wave が800-480のみだったのに対して、Wax が 1280-768-720p。 1280、720 12、1080p、1920、1080 19、10アップデート3以降のみが新たにサポートされた。アプリは自動的に端末の解像度に合わせられるため、従来の解像度で作成されたアプリも対応できる。Web ブ,ブラウザはインターネットエクスプローラー10が搭載されている。従来のモバイル OS では専用のバージョンの Web ブ,ブラウザが搭載されていたが、 Windows 8版の IE と共通のレンダリングエンジンを使用することにより JavaScript のパフォーマンスアップと HTML5 の完全サポートが行われている。その他多数の新機能が盛り込まれている。General Distribution Releases GDR と呼ばれていた大型アップデートが3回行われている。2014年4月2日、現地時間に米国で開催された ビルド2014で発表された大型アップデート。開発者向けには、同年2月10日には、リリースされていた。同時に、内部 OS が、Windows PhoneOS 8.1となった。アクションセンターの追加や、新しい音量コントロール、コータラ、ワードフロー入力など様々な機能が追加された。また、オンスクリーンボタンのサポートにより以前まで必須だった、物りボタンが、 いいになったことや、このバージョンから、ライセンス料が無料になったことなど様々な改善により、Android 等からの OEM による移行が大幅に簡単になっている。Windows Phone 8よりさらに、Windows との統合が進み、Windows ランタイムの API の多くがサポートされるようになっている。Windows Phone 8.1のサポートは、 2017年7月11日までとされている。Windows Phone の後継となる OS、デスクトップ版 Windows 10とプラットフォームが完全に統一され、Windows 10のエディションの一つになった。デスクトップ版 Windows 10と同様に Windows Phone 8.1からのバージョンアップも予定されている。Windows Phone では常等で使用されたモダン UI が採用された。 モダン UI は文字を基調とした単色のデザインで、当時の様々な UI とは見た目や操作性も大きく異なっており、Windows モバイル以前の製品や iPhone、Android 等よりも一目で多くの情報が手に入れられるのが特徴。それぞれのハブ、口述では上部にタイトル文字、項目と続いている。他の多くの OS とは異なり、別の項目へ移動する場合は、 横スクロールを行うのが特徴。背景色は一部を除いて主に黒と白の2色で、テーマカラーが文字やタイルなどのアクセントとなる。また、これらの背景色やテーマカラーは設定により変更できる。現在、iOS や Android でもフラットなデザインが順次適用されつつあることから、時代を先取りしたとも言える。ホーム画面、通称スタート画面では、 タイルを自由に配置させることができ、様々なアプリへのショートカットアイコンとしても機能しつつ、ライブタイルとして、電子メールの未読や、不在着信数、さらに、写真のスライドショーや、未読メールの内容、予定の確認などが、スタート画面で可能になっている。タイルの列は4列、または6列より選択できる。マルチタスクに対応しており、戻るボタンの長押しにより、 タスクスイッチャーが呼び出される。通知は画面上部にテーマカラーのバナーが表示される。この他に画面上部から下にスワイプすることにより、アクションセンター、通知センターが表示される。ここでは通知一覧のほかクイックアクションと呼ばれる任意の設定のボタンを表示できる。スマートフォン向けの組み込み OS としては世界で初めてフリック入力に対応した。また、 イズ s e 1 2 t では世界初のカーブフリック入力対応日本語入力システムを搭載した。フリック入力で入力できるものに加え、濁点、反濁点、陽音、速音なども一度に簡単に入力できる。顔文字や絵文字専用のボタンが備わっている。設定により多言語のキーボードを表示させることも可能。単語の入力ミスに対する候補をオフラインで表示できる。また、 日本語非対応だが、新しいキーボードとして、ワードフローキーボードと呼ばれる、キーボードをタッチしたままスライドすることにより、単語が入力できるキーボードが備わっている。それぞれのバージョンに、専用のインターネットエクスプローラーモバイルが採用されている。最新バージョンは11、デスクトップ版とモバイル版とページ表示を切り替える、設定が可能である。マルチタッチやスムーズなページ拡大。 縮小をサポートし、ページ内検索機能、ページ共有機能、お気に入り機能などが含まれている。お気に入りのページは、スタート画面にピン止めできる。お気に入り、履歴、保存した、パスワード、開かれているタブなどを、Windows PC と共有することも可能。Windows モバイル時代と比べると操作性や速さ、レイアウトの正確さが格段に上がっている。そのため以前は、 オペラブラウザーを一緒に搭載する端末がほとんどだったが、現在ではインターネットエクスプローラーモバイルのみで十分使用できる。Windows 版の IE と共通のレンダリングエンジンを使用することにより JavaScript のパフォーマンスアップと HTML5 の完全サポートが行われている。検索ボタンを押すと、どの画面でも専用の Bing 検索が起動する。 PC 版のビング検索の背景と同じく毎日違う画像が表示されるようになっている。Web 検索と画像検索では Web ブ,ブラウザーは起動せずアプリで検索できリンクをタップすることで自動起動する仕組みとなっている。テキスト入力に加えて音声による検索が可能である日本は未対応。音声入力は Microsoft のテルミーが使用される。 QR コードリーダーやバーコードリーダー、テキストリーダー機能もこの検索画面に備え付けられている。また、位置情報を入手して周辺の店舗を簡単に探すこともできる。なお、コートな、口実をオンにしている場合は、検索ボタンを押しても起動せず、コートなが起動する。マイクロソフトアウトルック、Windows Live Photomail、Yahoo Mail、Gmail、iCloud、 エクスチェンジなどに標準対応している。設定をすることで POP よび IMAP プロトコルのほぼすべてのメールサースーを利用することができる。また、これらの複数のメールサービスの受信トレイを選択して結合し、一度に閲覧することも可能。それぞれの目的そのものにハブと呼ばれるグループで分けられ、従来のスタート画面から目的をするためのアプリを 選んで目的をするという動作ではなく、目的そのものからアプリを選択するような操作となる。Windows Phone では、スタート画面に単色で塗りつぶされたライブタイルも新たに導入。アプリケーションやインターネットのページをピン留めすることも可能。その他、電話の着信数や電子メール受信数などの数の情報や、プロファイル、PeopleHub などのサムネイル写真を スタート画面に表示させることができる。近年 Windows Phone 8.1世代になってから従来 OS の機能として提供されていた各種ハブ機能がアプリケーション化された。これは OS のライフサイクルよりも短い周期で新機能アップデートを行うためである。PeopleHub はアドレス帳のことであるが SNS のフレンドリストのような機能を持ち合わせる。標準で Facebook や Windows Live, Gmail, Yahoo Mail, Twitter, LinkedIn などを Windows Phone と結合できる。重複する連絡先の結合や人物から目的を達成させる操作も可能。WeHub からはまとめて閲覧したり、複数のソーシャルサービスへ同時投稿なども可能に。同社の携帯音楽プレイやズネ HD に相当する機能が統合されている。音楽、動画、 ポッドキャストを扱い、アーティストの情報や写真を表示することも可能である。PC 側の常ソフトウェアで、コンテンツを端末に同期して利用する。マイクロソフトワンドライブから直接、ストリーミング再生できる。また、アーティスト情報から、所有していない、アルバムの閲覧、視聴、購買ができる。iTunes のゲニウスのような類似楽曲推薦機能、ジュークボックスに、 Windows PC と Windows p フォーンの双方で対応している。端末カメラで撮った写真や、Windows PC と同期した写真、ワンドライブ、フェイスブックのアルバムの写真などを統合して管理できる。また、共有をタップすることにより、ソーシャルネットワーク上に直接投稿することも可能である。ライブタイルにはランダムで画像が切り替わっていく。 ライブタイルに表示される画像は選択することもできる。Windows Phone は Microsoft Office を統合しており、Office Hub では Word、Excel、PowerPoint、One ので、SharePoint Workspace の編集と表示を行うことができる。同社の製品なだけあって、完成度が高く、他のスマートフォンと比較しても最も再現率が高い。メールによる転送、SharePoint サーバー、 オフィス365ワンドライブ経由でアクセス可能。ここにすべてのアプリゲーム、音楽の購入やダウンロードなどが統合されている。Windows Phone では悪意のあるアプリケーションのダウンロードを防ぐため、アプリケーションの配布、導入が法人機を除き Windows Phone Store 経由のみに制限されており、それ以外の場所からアプリケーションは導入することができない。また、 Xbox Live のゲームをここからダウンロードができ、アバター、フレンドリスト、対戦などの Xbox Live のコミュニティ機能も利用できる。音楽の購入は音楽配信サイトサービスである Xbox Music から行う。ポッドキャストにも対応する。2014年7月の時点でアプリの数が27万本を超している。このペースは Android のアプリをダウンロードする Google の Google Play よりも早い。秘書機能、アプリケーションソフトウェア。自然言語処理を用いて、質問に答える、推薦、ウェブサービスの利用などを行う。Google Now と Siri の機能を足したようなアプリケーションで、現在は、ほとんどの国で使用可能である。開発ツールは、Visual Studio 2010 Express for Windows Phone、Windows Phone Emulator。 XNV a Studio 4.0エクスプレ s ションブレンドフォーム Windows Phone を含んだ無料で提供される Windows Phone SDK を利用する。開発言語は C と Visual Basic が採用されている。Visual Basic は Windows Phone OS 7.1対応以前の開発環境では Visual Studio 2010 Professional が必要だった。Windows Phone 7X では ネイティブコードの実行を許可しておらず、アプリケーションの実行環境として、Silver Lit 4 Windows Phone と、XNA Framework 4.0を採用する。Silver Lit 4 Windows Phone は、デスクトップ版と同じランタイム、基本クラスライブラリーを備えた、Silver Lit をベースに携帯端末向けに、パフォーマンスの調整、システムとの合わせの強化、加速度計、GPS、 電話機能等を利用するための API の追加等を施したものである。Windows Phone OS 7.0では Silver Lit 3が Windows Phone OS 7.1では Silver Lit 4が採用される。Windows Phone 8.0での開発は Windows Phone SDK 8.0を利用する。Windows Phone SDK 8.0は Microsoft Visual Studio Express 2012 f o r Windows Phone を含んでいる。Windows Phone 8.0だけでなく Windows Phone 7.1の開発もサポートしている。エミュレーターを使用するには、h y p e r V が必要である。Windows Phone 8.1での開発は、Windows Phone s d k 8 1を利用する。Windows Phone s d k 8 1は、Visual Studio Express 2013 for Windows を含んでいる。 Windows Phone 8.1だけではなく、Windows Phone 8.0の開発もサポートしている。Windows Phone 8.1より、ユニバーサル Windows アプリの概念が導入されたため、Windows の開発環境も兼ねる。エミュレーターを使用するには、Hyper-V が必要である。Windows Phone 8X では、Windows App Studio を利用して開発することも可能である。 開発したアプリを公開する前には、マイクロソフトが提示する、Windows Phone アプリの認定要件やテストが行われる。一連の審査が行われた後、アプリは、マイクロソフトによって、デジタル署名が組みされる。開発者は、Windows デベロッパーセンターにて開発者アカウントを開設する必要があり、初回登録時に、個人開発者は1847円。 法人は9800円の登録料が必要である。2015年1月現在、2014年10月より、開始されたデブセンターベネフィットに登録することで、初期費用及び、日本語によるサポートを無料で受けることが可能。2013年11月に Windows Store と Windows Phone Store のアカウントが統合されたため、開発者は Windows Store にもアプリを提出できる。 2014年9月には年間の更新費用が無償化されている。Windows Phones と赤い指導時は、開発者はサポートやリソースなどが付属した年間9、800円税込みのサブスクリプションを購読する必要があった。イギリスの調査会社が2013年9月30日に発表した2013年6から8月期のスマートフォン市場調査によると、 アメリカ3.0%、イギリス12.0%、フランス10.8%、ドイツ8.8%、イタリア9.5%、スペイン2.2%、欧州5カ国では9.2%のシェアと報じられている。2013年第一四半期にはブラックベリーを抜いて世界3位の座を奪い取っているものの、アメリカや日本などでは、 iOS や Android に比べるとシェアは劣る。しかし、ノキアの本社があるフィンランドでは39%を超えていたり、世界の24カ国で Windows Phone のシェアが iOS、iPhone のシェアを超えているなど着実な伸びを見せている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。